ここにいてもダメだ。なんかちょっとこの島の周りを回ってみようか。スクラップって一体何使うんだろう。漂流してないと斧流れてこないのかな。漂流物もありませんし、そろそろ旅立ちます。あ、穂とかあるけど、これ離れてる時にアンカーの場所を離れると知らないうちにイカが流されるのか。ちょっと待って、ちょっとさ、まず魚をまず釣るのも大事だけど、この島の周りを、ちょっと待って、この島の周りを見たいな。どっか登れないもんか。登れるぞ。ダメだ。あ、スクラップだ。一応取っておきたいけど、サメいるんだよね。ダメか。ダメらしい。どうやらこれダメだ。ねえ、イカダはなんか増設できないそうなんだよね、すごく。ここに、ここから発展させることができるけど、バレーボールで友達を作れたらな。外す。フカヒレ食いてえな。外すってどういうことこれ。もしかしてなくなったなくなった可能性あるぞ。フカヒレ食いてえけどさ。いやー難しい。まだ素材がなさすぎる。よし、いっぱい手に入った。取れないんだよね、意外と。船の近くに来たものを回収するものってありませんでしたっけ。うそ。サメのトロフィー、棚、看板、カレンダー。これなんだろうね。どちらが前方か知るのに役立ちます。だって砲作りてえけど、スクラップまだなんかもっと作れるものが増えるのかな、これから。とりあえずなんかさ、こういうの作っておいた方が良さそう。これなんか荷物入れでしょ、これでも今最優先事項じゃないな。木は大丈夫だ。いやー、一体どうすりゃいいんだこれ。こっから先がわからんな。これ流れてる方向と逆に出てるんじゃないのこれ。ないかな、何か。そろそろ何か2階を作ったりとかね。斧は木を切る。サメの餌はいらない。そうだね。日が沈む前に釣りを一個やっとこう食料と木言った瞬間出てきた。とりあえず自分が登れそうな島、さっき登れた島があったから登れる島を探すことと、いたくれ朝飯用意しとかないとねそうだね。なんか物が腐ったりすることはないみたいなんで取っとけるっぽいね。ちょっと待ってね。上陸できる島で木が、こっちにしとくわ。こっちにしとくのと、このプレビューをちょっと消しとくわ。寝るかも。夜の方が釣れる大物がいる可能性がある。今のところ水は大丈夫だし、食べ物もなんとかなるでしょう。サメがいるね。何するゲームなんだろうね。何するゲームか分かんないけど楽しいってすげえよな。暗くて分かんないから寝ようぜ。なんだこれ。なんか俺釣っちゃったっぽいんだけど、何持ってんの今これ。何か釣れたな。へえ。お腹減ってる。寝るのはいいけどお腹は減るん。食いに来た。お腹減ってんのに。お前の肉を食わせろ。あ、死んだよ。お前の肉くれ。うわ、中入っちゃった。あ、沈んだ。俺の船どこ？サメ勝ったよ。でも水がない。やばい。いや、水じゃない。お腹だ。やばい。泳げないぞ。生で食うか、これ。
頼む、間に合ってくれ。やばい、これ失敗した。サメには勝ったけど空腹に勝てねえ。やべ、登れない。これやばいかもしれない、本当にやばいかもしれない。あった、あぶいな。ついにサメを、まだお腹鳴ってるけど、まだすぐには回復しないんだ。悪くないよ、生の ビート来たよ。サメの肉ってどこになった？なんか くれるんだろう、どうせあれ。サメ肉あるよ、ほら、生のサメ肉来たよ。サメ肉焼いてみようぜ。サメの頭あるんだけど、サメの頭飾りになるやつかな。これはすごいよ。焼いてみよう、木も置いてみよう、で水も飲もう。サメ勝てるんだ。いやー、生きてるわ、なんとか生きてるわ。でちょっと待って、これコップ怖い。しゅ、これあ、おけ、あ、階段が作れる、階段作れるけど、え、これ見てて楽しい。来た、落ちてもただじゃ起きない。いや、サメもういるんだけど。2代目来た。このシーンができる。今んとことか、もうサメもしかしたらどんどんパワーアップしてくることとかないよね。これどうすりゃええや。ちょっと増設したいけどね。楽しいんだ、よかった。俺だけ楽しいのかと思ってた。安心した。ねえ、二代目のサメ来たんだけど。はっ。何虫。って、敵討ちか。お母さんをよく持って。ああ、いるけど、遠いなぁ。シャークネード。みりん干し。あ、やべ、お腹減った。サメを食べよう。サメ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 。やべ、これ焼けてないぞ、まだ。焼くのに時間かかるぞ。コップ持ってる場合じゃねえ。生魚持ってる場合じゃねえとか、これ邪魔。あ、そろそろ作んなきゃダメだ。入れ物。入れ物とサメ肉を入れ替えて。違う、これ入れ物じゃない。なんだこれ。なんか違うやつだ。なんすか、これ。ビーツ植えると。ビーツを植える。食べちゃった。ダメよ、間違っちゃった。増やせるじゃん。ビーツちょっと食えたぞ。生ビーツ意外と食えるぞ。あとこのブループリントってどうやって使うんだろう。俺作業台作ろうと思ったら、これ作業台じゃない。どれだ作業台って。そんなものないのかな、単に。あ、これか。小さなストレッジアイテムをしまえる。あるじゃん、あるじゃんか。回転させたいんだけど。焼けた焼けた焼けた。とか、なんでこんな船の上に畑が。食べますよ、サメ。めちゃ回復するんだけど。サメの回復力やべえんだけど。サメやばいなぁ。あ、ベータ版嘘。てかこれもう、これでもまだベータ版みたいなやつだよね。開く。どうやって開く？いい。魚。何を入れるところに使うか。食べ物入れようか。いやー、うまいだろう。これ今だ使わないから。ブループリント、あんまり入れる場所なくね、これ。これはどうやって使うんだ、ブループリント。なんか作るあれがあるのかな、作業台みたいなのが。飾り。看板、棚。物をしまっておく棚。カレンダー、誕生日？え？ベッド、リサーチテーブル、ものづくりをする新しいアイテムを調べる。これだ。これ。板が足りません。板が圧倒的に足りません。そして水を飲みたいです。サメが来たら、ちょっとどうしよう。板が、あの、ブループリントが大事みたい。ブループリントを使うために必要な作業台っていうのがあるみたい。来たね、いいのが。これいらなかったか。板がいっぱいあるけど、
つかないか。着いた。このゲームマジ耐久大変だな。どうしよう。俺が新しいことをするためにはこの板をいっぱい集めて、うん、そうだね。もう焼き始めないとダメだね。てかもうサメ焼いとけば問題ないんだけどね。サメさえ焼いとけばほぼ全開するっぽい。ただめったに倒せないから今はいいけど。それであと物は意外とそんなに持てないっぽいな。確保だけしとこうか。この子焼いちゃおうか。ちょっと待って。サメ肉は非常食って感じ。そうだね。あれは本当にあれはなかなかのもんだよ。これどう寝転がるじゃなくて、なんかこれ水かけたりとかした方がいいのかな。ちょっと待って調べてみようか。これじゃなくてどれだ。これだ。あと1個、あと1個、あと1個、あと1個。ああ、たる。たる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 。このオールももうそろそろ壊れてしまうな。新しいことをしないと放送でやる意味ねえからな。あれ、俺が必要なのって厚板か。厚板、あれ厚板なかったの今。そうだと思うよ。サメはずっと同じやつが来てたんだよ。だからやっぱそろそろ槍もなくなるし。言った途端かい。なんでお前そんなアクロバティックな。えいえい。いた。どこいた。いた。とほー。板が欲しいんですけど。よし、取った。ちょっと余分に欲しいんだよ、ちょっと。だって、槍とか怖いんだよ。もう、フックも壊れるよ。リサーチテーブル作りたいけどさ、放送的にも。あ、ブループリント。で、端っこだね、全部。すげえもん作ったな、お前。で、これを、どうやってやんの？外す？え？え？え？そういうことじゃないの。スイコ伝でトラ狩りしようとしてたら旧門粒子神が出てきたことを思い出したわら。やべ、なんだこれ。わからねえ。わからねえ。全くわからねえ。これを作る。はかられちゃう。外すって何。外すって怖いんだけど。開く。あ、開くだ。あ、へえ。通信機の類これだ。何変更するって。待て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 。あ、なんか、何か新しく作れるものが増えてるっぽいと言って。ごめん。なんか今できたっぽいな。ここにあるんだよね。いろんなものが作れるようになるんだ、これ。ここの本に合わせて E を押すと、何かここにスロット、調査する。わからん、これ。調査するのスロットに入っても、なんか違う。俺なんか無駄に消費してる、これ。調査済みってなっちゃった？あ、これ置いとくのかな？そんなこと。どうすりゃいいんじゃ。所長さん、こんばんは。宣伝する動画ありますか？宣伝する動画はない、今のところないです。どうすりゃいいんだろうね。アイテムを置くって言ってるけど、あ、なんかできてるっぽいわ。なんだこれ。ん？あ、違うのか。これか。これ蝶つがいじゃねえか。もしかして俺がこれで蝶つがいが完成したってこと？共通外ってことはドア？あ、キーさんいらっしゃい。今月はちょっとそういう動画がないんですよね。これどうやって使えばいいか全くわからん。でも共通外は確実になんかできたな。調査済みってやると何か変わる？変わるわけじゃないな。え？他に選べるものがあるとか？お腹減ってきたね。まあ、7月。設計図拾って作るもの増やすのかな？そうだと思う、多分。で、また同じ島なんだけど。もうその島無理。とりあえず、木材、材料集めて、また、生活必需品を作るわ。オールは正直なくてもまあ言っちゃいいけど。なきゃ絶対ダメなものもあるから。フックはなかったら無理っぽい。フックはあと何？ロープが必要なのか。タオルタオル。あ、これだ。
船が流れてくるって何があったんだ。でもね、ブルーブリントに関してはあの船、沈没船じゃない、なんか幽霊船みたいなやつから取れてるんだよね。だから多分そっちに関連してるっていうか、あの島の真ん中辺にスクラップがあるんだよね。さあオールも壊れるよ。セカンドインパクトでも起きたのかな。あと槍作んないと、槍作んないとまずい。槍とフック、フックはやっぱかなり簡単に作れるんだな。でご飯と水ね。じゃ、新しい水が必要だって。やっぱり水必要なんだ。いただいて、おお。島の上になんかある？島の上に木があるんですよね。あ、タル。ああ、早く。ドラゴンクエスト7に拓大部分の島を魔王に封印されたとか。ほう。オールが壊れるね。どういう世界なんだろうね、本当に。島がないよね。そうか。あとこれさっき俺どうやってこれ調査、あ、調査済みってそういうこと？もうこれ同じものなんだ。リサーチテーブルを使うことができますじゃないよ。これ何これ？違う違う違う。ちょっとごめん、ちょっと待って。ちょっと意味がわかんない、意味がわかんない。ああ、これはもう作りましたよってこと？いや、なんかおかしいよね。こんなもの作ってないよ。ただもういらないものの可能性があるね。サメ来たね。あ、折れた。やめて。テーブル壊れちゃう。テーブル壊れちゃう。ハンマーあった。ハンマーは無限に使えるのこれ。なった。広げたいね。広げるのはこっちか。あ、もう材料がね。これ今もフリーなのかな。これフリーだったの？俺2000円払ったんだけど。マジでか。僕は買っちゃったんですけど。後に、ああ、これフリーの時がなんたらって言ってたのか、さっき。セーブ、あ、フリー、オッケー。へー、ちょっとあれだな。ここ壊されそう。フリーのやつは島も何も出てこないですよ。じゃあどうする、何をするゲームなのじゃ。取れない。どうやってこれアイテム捨てんだろう。わからない。寝よう。寝るとでもお金、お腹減るんだよねこれ。寝ると腹が減ることと、これでもまだ製品版じゃなくてまだあれなんだよね。まだなんだっけ。家とか迷路とか作ってる動画がありました。家を作る迷路、迷路おう。4階建てのイカダってさすがにさ、もうどっか定住した方が良さそうだけど。お腹がめっちゃ鳴っとるね。 B 作ってみる。生で若干食えるものがあるんだな。ステアム版で配信始めてたんだ。そう、あれスチーム、もともと何だったのこれ。僕は木、今日見つけて今日買ったんですよ。これは面白そうなやつが出たなって。なんかこれみんながやり始めてネタバレとかされてとかさ、どんなゲームか分かってからやるより、分かんないうちからやりたいなと思って。あ、ほんとだ！あ、収穫できるんだけど。ビーツめっちゃいいじゃん。箱舟。なんかできてます？ビーツめっちゃできてるんですけど。ありがてえ。朝が来た、そして。なんかねえかなぁ。樽が来たね。釣りしよっか。いや、ちょっと待って。葉っぱがいっぱいあるからいっぱい作るか。ロープを。ロープは絶対あってもそうもない。ロープめっちゃ作れる。こんだけ作れたらなんかいろいろ作れるっしょ。板がないね。板集めよう。また。初心に帰ろう。あー、そっか、じゃがいもも作れるのかな。じゃがいも食っちゃったんで、多分ね。
全部プラスチック。そしてほい、葉っぱ意外と持ってたね。お腹減った、サメ来た。なんかもともとはアボボの大冒険みたいにお布施的に寄付するタイプだったみたいです。なるほどね、ここまで完成したんだね。やっぱこれ大変だぞ、食べ物は。食べ物は常になんかやってこないといけない。板はめっちゃ大事、食べるのにも大事だし、すべての基礎だな。イカダが見えた。え、嘘、後ろだね前にもいる。今んとこいない。プラスチックも大事だけど、壊れるよ、そろそろ。割とマジで。あ、やべ、今イージーでやってるんでそこまでじゃないのかもしれないけど、それでも結構きついっすね、慣れてないから。サバイバル感はあるよ、すごく。ただもうやりようがないことがあるので、やれることがかなり限られるし、ただこの設計図から何かを作るっていうのがあまりまだそこまでピンとこないっていうか。手に持ってるね。やっぱサメを目当てに、サメを当てにするのは難しいね。大事なのはとりあえず木、今んとこね。木さえあればなんとかなりそう。来る来る来る、まだ早かったな。まだ生きてる。おお、そっか。え、もう何、そんなに楽しそうに見える。楽しいよ、楽しいけど、何が目的か分かんないままやるのが辛い人には無理かもしれない。板使っちゃうんだよな、これ。葉っぱくれ。なんか捨てたね。捨てたのはどうやって捨てたんだ、今。寝転がらん。これ柵、柵。俺が今やんなきゃいけないことってなんだ、広げることか、とりあえず。そうだね。まだ、難しすぎてできないゲームじゃないから。入門っていうのはわかんないけど、まあ見たままのゲームではあるから。取りたいよ。取ったよ。すげえ来てる、すげえ来てる、プラスチックが。単純に見たままのゲームなんで、見てピンときたらもう買ってもいいような気がする。どうなんだろう、でも4階建てって言ってたね。そういうゲームなの。でもこれも、じゃあ目的は今時まだわからないとか、ないとかわかんない。ダメだこれ、板がない。板マジ足んねえんだけど。あ、斧って設置物なら何でも壊せるみたいです。どういうことだ。海が全部イカダになるって話ですか。すげえ流れてくる。うまく拾っていきたいね、これは。あと、オールが地味に必要だな、なんか。オールがあるとかなり自由になれる気がする。葉っぱもなんだかんだ言って、あるだけ、取れるだけ取りたい。メガフロートでも作るのかよ。一応、ミニフロートだから、今。あ、一個も取れないとかねえから。イエーイ。てか、飯がそろそろなくなるね。焼きビーツ。ロープ持ってる必要ないのかな。説明だと木を切り倒すだけみたいな表記ですが、かまどとかも壊せるみたいです。待って、何、ごめん、何が倒せるってごめん。ほう、ちょっと、なんだ、ちょっとわかった。かまども壊せる。かまど？かまどを壊す。あ、え、なに？それがないと壊せないってこと？煙突。俺いつまでやるんだろう、今日。まあでもまだいける。ブループリント若干捨てたいんだけど。蝶つがいができると、俺は何か作れるものが増える？使
作れるものってどうやって、ここで増やすのか。でもここが増えていかない。調査済みは多分ダメなんだよね。あ、捨てられたわ。箱になる。シーランド。シーランド。早く登れそうな島もう一回出てこねえかな。あとちょっとオール作りたい。パドル。オーストラリアだかにどっかのおっさんの家だけが領地の広告だかありますからね。なんだって広告。へえ。どういうことなんだ。あれ、あれ。あ、樽がどんどん来るね。明日仕事だけどずっと見てたい。海上石油基地みたいのが国土の国がありまして。ああ、はい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 、そういうことね。もうじゃあ人が住むにはもう土地はほぼねえってことだね。浅瀬になんか立ってんだね。機械が、機械じゃねえや、施設が。僕もそうなんです。そう、よしよし、おー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 おい。あの国土燃えたことあったよね。燃える国土。とりあえず島が出てくる。これまだなんだっけ、まだ全然早期アクセスなんで、まだ完成してないんですよね、これ。このゲーム言っても水もなくなってきたね、よく見たらね。生活が安定しね。俺は今何を、これ今何が入ってんのこれ。あ、ちょっとこれ怖いんだけど。塩水入れた？ああ、捨てたっぽい。水は意外とすぐボッてなる。ボッてねえ、イカダが来ないと。焼きビーツ。テタリアでもまだ頑張ってるから。シーランド君、第二次大戦の海上要塞跡を占拠して独立宣言した。なるほど。なんか来たね、こんな時に。何してんだ、樽がいっぱい来てんじゃねえか。だからそこではあまり好きじゃない。うん、うん。いや、これで行くより行っちゃったもん。あれも欲しいな。でもいいや。はい、樽、次なる樽へ向かって。サメの定期訪問。サメは大体来るから。そろそろ何か島とか、幽霊船じゃねえ、なんだ、ふ、なんつうんだあれ。ここはしちゃいけねえもんな。あ、なんか とんでもねえ島が出てきたんだけど。あ、まだ見、ほら、ちょっと見える、ちょっと見える。なんだあれ。な、な、な、なに？おい、お前何してんだ？おい、カモメどこ行った？はぁ、カモメが危ねえ。新しい水が必要って言われちゃったよ。カモメ来たぞ。島が近いからか。サメさんのカマってちゃんかん嫌いじゃない。サメとカモメとなんかいろいろ来るようになったな。あと俺食べ物をちゃんと取らなきゃダメだ。カモメに食われ、ついばまれるとかだったぞ。畑も守らんとあかんのか。あ、ここ登れそうじゃねえ。これちょっと土球のやつ来たよ。ちょっと待って、俺作んなきゃいけないものがあるよ。ご飯の前に作んなきゃ。ご飯もそうだけど、ご飯もやるけど、ご飯もやるけど、やんなきゃいけないことがあるじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、そっか、鶏肉か。アンカー、アンカー。あぶね、作れた。あぶ、なんで指さしてんの。あれがアンカーだ。なる、どうやって殺すんだろうね。斧で撃つ。あ、間違えた、びっくりした。何かと思ってた。アンカー、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 アンカー。え、アンカー置けねえ。テイク、じゃあピックアップ。え、ははは、すげえ、島にくっついたぞ。まさか島には陸軍。お、大丈夫かこれ、大丈夫か、本当に大丈夫か、大丈夫かこれ、本当に大丈夫か。怖い。サメが壊しに来たらやだ。やべ、こんなゲームこんな時間から始めるんじゃなかったな、マジで。超楽しい、超楽しすぎるんだけど、これ。やっちゃいけなかったな、ちょっと。いまいち信用できないアンカー。ねえ、アンカー、アンカーこれ怖いな。
こっちにも増やしておこうか。あいつに壊されたらたまダメだ。アンカー囲む。ここ柵、なんか柵あったよねさっきね。柵って何柵？あ、柵はこっちか。柵でやっとくとなんか強くなるんじゃないこれ。若干サメにやられづらくなるみたいな。あーもう、おう、近寄ったら逃げんのかあいつ。よかった。ちょっとこれ島どうする。斧作んないと。斧、斧作って木をいっぱい切らなきゃいけないから。斧1個で大丈夫かな。あ、この人自分の手で作れるから大丈夫か。ビーズ育ってきた。全然魚焼けてないんだけど。お前、これ島をぐるっと囲んだら固定できるんだろう。あー、あり得るね。でも今んとこね、これさえ置いとけば大丈夫です。アンカー置いとけば動かないから。ここから俺が上に行くために階段を作るの。そうなのかな。どうなんだろう。これどうやって回転させんの。 R か。お、 R あー、 R じゃねえ。これこれ置くとさ、どこまで行けんのよこれ。多分足りないよねこれ。明日にすっか。寝るか。でも俺お腹減っていくからダメだこれ。このまま寝たら死ぬ。食ってから寝よう。でもどっちみちこれ焼いておかないと死ぬぞ明日。サメ肉もったいないね。置くじゃなくて焼きたいんだ。見えなくて、見えなくて。置くでよかったのか。狭くなってきましたね。そうだね。ちょっとコップで飲んでおこうか。水はそんなに脅威ではないんだが、暗くてわかんない。寝よ。カモメが食ってそうだな。収穫できるぞ。サメの頭は食用なの？朝ごはん。あれはわからない。なんだろう。あ、水必要だ。ごめんね、ちょっと忙しくて。あ、面白い。俺マイクラよりこっちが好きだ。マイクラと比べるもんじゃないかもしれないけど、なんかすげえ面白いこれ。マジ。ね、サメも夜は寝てんだよね。なんか来たよ。褒めた途端に来た。やめて。もうまた仕事が増えちゃう。これ素材が増えなくなっちゃうからちょっと怖いね。何が？何が？何が？この島は実はどっか周りをくるっと回ると登れる場所がある。あ、あるじゃん。程よく忙しくていいっすね。いいです、すごく。行こう。お腹減ってんじゃん。今の手探り感が最高に面白い。面白いね。たまんないよね。お腹減ってるね。ビーツ持ってきたんだ。しかもビーツ生でも食えるから、携帯食料としては完璧だ。ただ焼いた方がやっぱりちょっとサメいるね。あいつそんなに連続で来ないだろう。おおおおおお、どういうこと。取れないよもうこれ。何、あれこれなんか果物乗ってんだけど。え、出てたんだこれ。あ、マンゴー取れた取れた。あ、斧のおかげでマンゴーを拾うと何かがいなくなる。蝶津が今んとこいらないかな。白い花いらないよ。マンゴーを拾う。いやー、もう物が拾えない。もう一回帰ろう。あと木拾う。やべえ、すげえ楽しい。サメが、サメが来る。やばい、サメ来る。サメ来る。ひよふー。やばいね。マンゴーは、まあいいよ。いらないものをとりあえず置いて。蝶津が、石。もうちょっとこれ、もう一個作んなきゃダメだ。小さな、これか。甘みがゲットされたよ。これ怖いんだけど、置く場所。回転させたい。うん。ああ、そうだね。あ、じゃがいもあるよ。てかもうほんとこれ盛り上がってきたね。何これ、雨、あれ大丈夫かな。なんかこれな、雨とか風が吹くとアンカーぶっ壊されるとかありそうじゃね。やべやべ、何これ、アンカー大丈夫、怖いよ。
そろそろやっぱこうちょっと増設してえな。こっち側に弱い。あーもうねえ。あな、プラスチックはねえや。プラスチックがない。ねえ、怖い怖い。何の音、何の音。あーよし、海の音だった。プラスチック足りないわ。そろそろとりあえず行こう。そんな余裕はねえ。よし登れた。ここありがてえ。ビー作っていい？ありそうだよね。あと水がなくなるなこれ。なんかなんでなんで。ああ俺間違ってた。斧とアンカー間違った。熱い玉取れるぜこれ。ヤシの葉もすげえ取れるじゃんここ。黄色い葉かな。そうだよ。あとサメが来てたらどうすんだこれ。登る。なんか取れそうだけど。取れた。ここどうやって登るんだこれ。まさかここでトンカチ持ってるとはしごとかつく。はしごっていうか、あ、やっぱ無理だわ。ここはそういうのを作ることができない場所だわ。え、これ色のやつとかいらないから木を切ろう。もっと、あ、パイナップルだ。おい、自家食いできそうなやつ。アイテムもう持てないのこれ。ちょっと待って、一旦帰ろう。もう水もないし、あとサメにやられてるかもしれないから。ここからこう直に来てな。息もめっちゃしきってる。やめてー。あー、パイナップル種がある。やったね。焼きビーツはできてるね。水もないね。水もちょっと。サメいないね。確かに確かにサメがいねえ。でもこう木も取れるからさ、かなり助かるぞ。焼きビーツを食べて、やっぱ焼きビーツ3倍ぐらい回復するわ。マンゴーは乾きを癒し飢えを満たす。すげえ万能だ。そんなに持てねえけど。階段は多分でもダメっぽいんだよな。これ何、黒い粉。粉っ子酔いそう。なるほどね。ちょっと釣っとくか。食べ物そろそろなくなるし。何かそういう時の方が魚って釣れんの。僕は魚釣りがよくわからないから。ていうかこのゲームめっちゃ面白いね。マジで。何これ、めちゃめちゃ冒険感っていうか、命にか、ゲームだから楽しめるってとこあるよな。あ、普通の魚取れた。焼こう。ちっちゃサメ。って聞いた。ああそう。でもなんかちっちゃい魚だったね。来たよー。なんとなく分かってたよ、サメの行動パターン。あ、傷増えてる。まだ生きてるか。ダメか。いや、いいゲーム見つけたわ。ジャンクがいっぱい落ちてるね。ここいいよ、この場所。でもなんかすげえしけってて。怖い。あ、プラスチックが手に入んないんで、なんで捨てたの。殴っちゃダメ。とりあえず、もういらないやつを置いて。あ、ビーツ収穫？あ、1個食われてんだけど。1個食われてる。食われてる。食べる前に作っておこう。さあ暗くなる前にちょっともう一仕事しに行こうか。こんぐらいだったら。サメ来たんだけど。ああもうジャンクが。やべ、登れない。やべ、どっから登んだこれ。やべ、どっから登ってんだこれ。しけっててちょっと登りづらくなってる。やばいやばいやばい。柵登れる。屋根があれば鳥対策できるのかな。なるほど。あれ、なんかアンカー流されてね。大丈夫か。屋根ね。なるほど、屋根。トンカチください。お作ってみるか。で、何の音？なんかでもあるんじゃねえのこれ。こっから先に床を這わす何かがあるんじゃねえ。柱。
無理や、何かが足んない、釘が足んない、釘。釘？釘を作る。スクラップじゃん。でもこれやらずにはいらんないとか、やんないで意味ねえから。痛い。体力ちょっとまずいな。階段の先ってフロア？なんか、柱作らなきゃダメだね、多分。柱を立てて。いる！いるし！おい！あ、まだ大丈夫。釘作ってねえや。海賊船みたい。あ、1個、あ、1個いける。おい。で、床の素材って俺持ってる。床素材。木の屋根。これかな？あ、木がもう1個足んない。キえ、あと1個これやったらめっちゃ便利なんだけど。楽しみだな。体力ねえな。何気に腹も減ってるし。やがないと。マンゴー食おっか。試しに。セーブとかないのこれ。世界をセーブする。世界をセーブされたよ。どういうことなんだろう。世界をセーブする。力。なんか素材取り行くか。でも俺体力がちょっとやだ。体力が若干やだな、これ。サメ来そう？まだ大丈夫か。よし、行けた。よしよし。アンカーが使い捨てなのが痛いですね。そうなんです。そこなんですよね。あ、ここに木あるわ。やった。楽しい。早速作りに行こう。時間で体力回復するらしいから。あ、いける？あ、ダメだ。降りちゃダメ。こっちに作ったら便利？すげえいびつだけど。よしよしよし、オッケー。島が見えるけど、漂流物が拾えるところでアンカーとかどうかな。うん、っていうか向こうにあれがあるんだ、まだ浮遊船じゃないけど。へえ、こっから上に登りたいね。サメがうろついてましたね。ちょっと塞がっちゃった。やーべえ、ここから上はどうすりゃいけんだ。あ、言えた。はぁ、あ、はぁ、あ、来たぞ。助かった。ココナッツ全部拾えた？あ、いらない。これあ、なんか家みたいのがある。はあ、めちゃめちゃ取れた。黒い粉いらない。ああ、あった。神の食べ物めっちゃ助かるわこれ。黒い粉、なんか黒いものを作るとき必要っぽいね。何か、ああ、木あるじゃん。戻れなそう。ただめっちゃ助かる。めちゃめちゃ助かるわ。あ、あるあるある。あ、なんかある。は？一周回った。一周回ったぞ。うん。これ面白いわ。やっぱこれ情報なくやるのがたまんない。こっ、来た。やろ。槍がもうなくなる。槍壊れた。ふざけんな、壊れな。ふざけんな、どこだ、ちょっと危ない危ない。これ危ないよ。え、なんで作れないこれ。プラプラプラがない、プラがないよ。あー、これ危ない。ダメなんだよね。ちょっと一周回ってくるか。プラあったよな確か。食べ物とかなくなってきたぞ俺。あと夜だぞもう。これやばいぞ、無茶できない。フックフックフック、あそこにプラが一個あるね。これ無理じゃねえ。これやばい。あ、俺ダッシュあるわこれ。今気づいた。とりあえず体勢整えよう。
パイナップルは生で食う。種は別であるから。生で食おっか。水もないね。コップがないよ。コップどっか行っちゃったよ。コップがなくなったぞ。もう島で生きていくしか。ん？コップが見当たんないんだけど。やべえ、コップがねえ。何してんの？誰コップ？おい、どこ行った？ほほ。これか。はあ、プラスチック。ここをキャンプ地とする。コップどこ行った？ん？水が飲めん。これやばいぞ。溢れた時に落としたかな。ありうるね。すげえありうるね。もうマンゴーだ。わらわら。マンゴーか。そっか、その時のためのマンゴーか。これ神の食べ物。ほんとだ、完璧だ。コップを探しに行こう。もしくはもうちょっとこれ漂流再開しよう。無理無理無理。寝転がろう。この島には入れられもういらんね。だってもうやる取れるものないし。すげえな、マジでサバイバルすぎる。プラスチックのために漂流を再開する。外す外すってどれ。オールがないと無理。オールがない。これでイージーなのか。どうなってるこれ。ちょっとここから外れないと動けない。こっちかな。これでイージーだよ。あそこにプラスチックめっちゃあるんだよね。コップどこ行っちゃう。コップ探しに行くよりもちょっと作った方が早いわ。何の音？なんか嫌な音がするな。俺はこのイカダから降りて生きていくことはできないらしい。今はプラスチックが欲しいね。そうなんです、プラスチックさえあれば。てかプラスチックがないとまずい。食べ物はあるけど体力いっぱいあるから取り行くか。でも、イカダも動いちゃうからな。どうしよう。行くしかねえ。行くしかねえっていうことと、オールがぶっ壊れるってことと、俺は多分逆に向かってんだけど。行くか。これしかねえんだよ。電波少年的イカダ生活。よしよし、行くぜ。もう行く。俺は行く。ああそうだよ、もうイカダなしには。何もすることはできん。何もできないよ、俺は。結局、島に戻ってしまう。あの上の方にまだ木、ああ。上の方っていうか、木まだあるな。つか、やべ、死ぬ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 。マジ死ぬ、これ。ダッシュダッシュ。漂流物をできる限り回収しながら。あと、ジャンプをしながら。あ、これもプラスチック。ナイス、プラスチック。これ、登りづらそう。あれもプラスチックやんけ。サメにやられるよ。甘噛みされるよ。いやいや、危ない。ふう、危ない。水の準備を始めないと。マジ、コップどっか行った。あ、もう新しいのできてんじゃん。これが飲めなかったのか。作った水が飲めない。これ何？ココナッツ。ココナッツ説明書が、説明がないんですけど。マンゴーの種、植えていきたいね。もうちょっとじゃあ、栽培しよっか。これ。どこに行った？お、捨てちゃダメ。捨てちゃダメ。これか。コップ大丈夫？いらっしゃい。モノカさんいらっしゃい。ウォーターワールド？ウォーターワールドっぽい。ヤシの実。パイナップルの種どっかに今入れたよね。パイナップル多分すげえ有能。一個しかない。一個しかない。一個しかない。なんか、おい、カモメにめっちゃ食われてるっぽいんだけど。しかも外すって何？外すって。外すってなんだ？どうやらパイナップルの種は使えないっぽい。え？なんだ？これまさか水がないとダメってこと？ちょっとわからん。やべ、お腹減ってきた。
忙しすぎる。お、なんか捨てたよ俺。あ、サメシ関係ないのかもしれない。なんか一瞬で出たもんね。やべえ、おお腹減ってるのに水入っちゃダメ、死ぬよ。サメ肉が置いてあるね。とりあえず生で食えるやつを。パイナップル食えるだ。葉っぱいらん。食べると種になるとかないかな。で、サメ肉焼いちゃう。サメ肉今回1個しかねえんだけど。あー、もっと殴るべきだったのかな。物作るたびに手を引いてやるの好き。できたよっていう。サメ肉ゲットだぜ。なんかちょっとこれ種とかがわからない。パイナップルの種は水をあげるとスイカになる。パイナップルじゃねえじゃねえかよ。騙された。外すって何。外すっていうのは使い物にならないってこと。畑が作れるようになったらとか。なんだそれ。パイナップルの種は、パイナップルの種はスイカの実がなると言われました。あ、プラスチックあの中に、はあ、プラスチックあの中にも入っているんだ。じゃあ邪魔、種を片手に泳いじゃダメ。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。あれは直したいんだよ。だけどプラスチック、プラスチック、サメが来ないうちに。あ、サメ死んだんだ。二度目のサメの死があったんだ。カモメがずっと見てるんだけど、こいつ。まったく、プラスチック、せい、よし直そう。お前もう最後の1個なんだぞ。おい、プラスチックさえあればまだいっぱい作れるね。プラスチック不足なだけだ。あ、流れてきてるよ。次の島はもう島見えないもん。さっきの島ダッシュ、流れてきてるわ。広くなったけどね。広くはなったけど油断できないよ。カモメの水平さん、何時まで偉いんだこのゲーム。でこれカカシ、カカシさっきカカシあったよね。そういえばカカシも、まあ、屋根だね、多分屋根。ただ、あ、これ全部やんなきゃダメなんだね、きっと。あ、なんか下を流れたのよ。下を何か流れたのよ。階段が物見台みたいで意外といい。そうなんですよね。いかだを中心に、お腹減ってる。しかもまだ焼けてないし、もう。生食はヤシの種。ここは何なんだろうね。ここは別だと思うんだけど。ここだったら植えられるんじゃないの。これ全然植えられないんだけど、これ多分水やんなきゃダメなの。まだ焼けなさだから、なんか食べられるも食べるか。あ、やめた、捨てた。何捨てた、何が流れ、ね、な、立ってなんか流れてんだよ、流れてんだよ。ダメだ、プラスチックじゃい。でい、サメ肉を食いたい。どこ行った、サメ肉。やべ、サメ肉ね。これがサメ肉か、これがサメ肉か。じゃあ俺は何かを手放さなきゃいけないってことだね。釘、お腹が減って、ちょっと待って、だからダメだこれ。サメ肉どっか行った。あ、取ったかな、触っただけで取れた。うん、これがね、そろそろ収穫できんじゃん。サメ肉食べよう。完璧、サメが来た。そして新たなるサメが。これマジな、まだこのゲームってゴール決まってない可能性あるよね。まだ完成してないって言ってるから、これを続けていくゲームの可能性がある。ビーツ回収は無理。うん、液体を注ぐ。あー、 RNB ってどれだろう。あー、右クリか。はいはいはい。何かと思った。延長しました。あれボタン間違ったか、ボタン間違ったわ。延長っつ、
あ、収穫できた。ただもう物が持てない。どうすっかな。ちょっと花系いらねえんだよな。スクラップも入れとこう。ネジ。ちょっと。プラ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 。プラゴミプラゴミ。で、植えるをやりたいんですよね。パイナップルのため。やっぱり植えられねえ。植えられるやつと植えらんねえやつがあるわ。あー、なんか寝ちゃダメ、寝ちゃダメ。ちょい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 。どこ行ったどこ行ったどこ行った。無理だ。ぶつかった。あ、タル来た。いっぱい取れたぜ。タル来るね。寝るのがすごってあの、あ、いい押すと寝ちゃうんだ。ちょいちょい寝ちゃうの。落ちた、ついでだ。あ、いって。あー、そうか、木になるものはダメなのね。食べ、じゃあビーツを植えていこう。ビーツそんなないんだけど。ココナッツも木だよね、きっと。じゃがいも植えられる。ね。じゃがいも植えられるぜ。やったー。とりあえず食べ物はちょっと大丈夫。あ、取れた。どこ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 、取った取った取ったね。忙しい。俺は一体何を今作ればいいんだ。屋根かな。カモメに狙われるだから屋根を作るか。地味かなってるんだな。水を飲んでおこうかな、先に。ふい。理にかなってる。なんか取ったね。何かわからないものを取ったね。種芋持ってくとかカモメ強い。ねえ、確かに。何が違うのこれ。わらぶき屋根。屋根、の角。木の屋根。あ、いけるいける。ははダメだ。寝床があるせいで。これでも、これでいいんじゃねえの、一応。屋根邪魔、屋根邪魔。あ、サメ。サメ来るね、そろそろ。やっぱり予想通りだ。君は何代目だ。ん？カモメ、槍でつけば食えるのかな？肉だよな、あれ。やべえ。やべえ、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 トム・ソーヤみたいになっちゃう。ちょっと待って。ああ、やべえ。ほんとにわかんねえ、これ。やべえ、痛い。板を拾う。うわ、これ。登れない。おい、あ、たる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 。たるたる。たるー。えい。もしかしてサメの餌を取るとダメージ受ける場所コントロールできるのかな。あの、なんかサメ、どうなんだろうね。確かにサメの餌って絶対関係あるよね。サメの餌作ってみようか、一個。全然作れないな。魚が必要なのか。ん？こった、ああ。なんだあれ。ああ、ペットボトルみたいですか。ペットボトルというか、プラスチックボトル。餌派でこい？あり得る。あ、なんか水が入ってるね、これ。なんか。何が入ってるか教えてくんねえかな、これ。塩水だったらやばいでしょ、これ。塩水を持ったままある俺は移動しねえか、さすがに。あーべ。たまにこういうことがある。新しい水を、だから寝ちゃったよ。水飲もうとまた寝たもん。取れない。あれ、水、あ、水飲ん、そっか。日が落ちてしまうのがもどかしい。そうだね。焼きビーツ。あ、島、あ、でかい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 。でかいよ。アンカーを作ってください。違う、これ。
アンカーどれ？やべ、分かんなくなっちゃった。あったあったあった。石？樽からしか出ないな、多分。今のところ。待つしかねえな、これ。石ね、地面の方ぐわーっていくとあんのかな。やばいやばいやばい、これやばい。うわー、あそこなんかあるんだけど、イカダ以外、イカダじゃなくて、なんかあそこ船もいるんだけど、絶対行きたいっていうか、さっき行ったところに近いな、これ形が。このオールがぶっ壊れるまで行くか。作るか、もう一個。行ける。絶対行かなきゃダメだ、これ。ここに行かなきゃ俺は生きていけないよ、多分。ここにブループリントとかなんかあるんだよね、多分。島に完全にくっつけなきゃダメだよ、多分。壊れるよ。でもそうすると島に登るのがちょっと難しくなりそうな感じが。これでも沈んじゃうんだよねこの船。あ、取れてない、何か取れてない、取れてないよ。何かって、なんか右に何て書いてあった、あれ。どこにくっつけるのがいいんだろうな。あ、ここか。違う。え、あれ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 、アンカー作ったのに。やべえ。アンカー捨ててきた、俺。持ち物いっぱい。やべえ、アンカーどっかにあるな、これ。やばいよー。持ち物がやべえよ。やし。プラスチックいる。ビーツ食っちゃおっか。もうやばい、これちょっと離したところに止めるか。もうでも乗れなくなるよ、多分。城に、城じゃ、島に。これをあそこにくっつけて、今いるのがこれ。いや、そうで、一旦ちょっといや、これダメよ。いいから一旦ここら辺に止める。で、ちょっと立て直す。いけるだけいきます。これ逆流なんだよね。サメが来たら死ぬな、これ。あ、もうアンカー作れねえ。そうか、ごめん、アンカー作れねえのか。アンカーはそっくり作れなかったんだ。ってことは無理じゃん。アンカーなんて、石ってどこにあんの、これ。地面とかにあんのかな。さっきの船にあったのかもしんないんだよね。ちょっと行ってみようか。何かこういう石とかが拾える可能性がある。ほら、うるさい。ほら、これ石だ俺の船は。やべ、体力なくなったら死ぬ。体力とか。まだもうちょいあるけど。これはしょうがないから、ちょっと近くに止めて、島を。でもこれ登れないんじゃないかな。さすがに。このし、イカダがないと。イカダなくして、もう登れないんじゃないか。ジャンプでは。ここ諦めるか。悲しい。サメがそして来る。俺槍ないんだけど。あった。あ、待って、なんかカモメが。カモメ大丈夫、これ。大丈夫だ。屋根ダメだな。屋根だけじゃダメだ。あー、欲しいね。何一つ取れなかったし、やっぱ石の手に入れ方が分かった。ああやって手に入れない。
伸ばしていけるので花かろう。そうなんだよね。だけど一周アンカーが作れなかったからさ、それどこじゃなかったね。あと俺ご飯がもうない。ご飯はやばいよこれ。じゃがいも焼いて。とりあえず今できる限り集めよう。あ、食べた。生きていくのって樽が来た。ベイクとかできない。そして結構お腹減ってるぞ。ほっ、足早いのに寝ちゃうよあ、なんか焼けたし、焼けた上に違うよ、水も欲しいね。あ、なくなった。フックがなくなった。あとこの足元がない。ここ絶対おかしいだろ待って。あ、プラスチック意外と増え、バカ野郎これあいつ食いてえな。ほっ、よっしゃ、ゲット。おい、こういう時間泥棒ゲーダメだな、大変だなこのゲームちょっと今日ではちょっと仕上がらないな。思った以上に大変だねこれね。体力はあるんで取り行くわ。葉っぱ、おい、ちょすげえ声した。体力あとちょっとある。体力とか魚がお腹がちょっとあるから、いく。意外と来ちゃったよ。サメ来たけど避けらんないのこれ。槍を持てばいいのこれが。違う、ちょっとなんか違う、これだ。あ、違う、取れなかった。これは取ってる場合じゃないな、きっと。若干ジャンプで避けられる気がする。そしてカモメが狙っている。プラスチック、バカ、取った、取ってねえ、あ、取ってねえ、ヤシの葉を取った。いけ、よし、危ない。うん、板を捨てたね。ん、焼いたジャガイモどこ行った。それがこれか。またこれ。また、取れないじゃんか、これ。しゃがむ？オッケー。ポテトを先に食っちゃおう。ダメだ。そういう問題じゃねえ。ガラス来たぜ。お腹減った。これどうするの。親指立ててる場合じゃないよ。寝転がるじゃないんですよ。お前何してんだ。殺したいな、あいつ。どういったら、あった。じゃがいもがなかなか取れないんですけど。ダメ。どこ行った？取ったね。取ったらいいんだ、取ったね。水も飲みたいね。ガラス。なんかいろんなものをスルーしてるね、俺。いろいろスルーしているよ。あとオールはやっぱ結構大事な時に使いたいけど、今んとこいいか。鳥はこれだけじゃ、あ、遠いよ。はいはいはい。
水をもっとあげたいんだけど、あとしまわなきゃいけないもの、今すぐ使わないやつ、アンカーとかラスト、インベントリはたくさん開けておきたいところなんだけど、しまえないんだよねこれね。タルキだ、タルキ、お前な、ちょっと殺してみるか。ダメだ、殺せない、やつは殺せん。あとコップがどっか行っちゃった、これか、コップやっぱあるんだここに。さっきコップじゃなくなったんだな、そういう感じに。通路整えたい、確かに寝ないから、寝ないから。あー、いけたいけた、あ、ベイクドできてる、椎茸みたいな。サメくんの、サメくんの、忙しいねマジでね、ほんと忙しい。水をもうちょっとあげなきゃいけないからね。あといらないもの置いてかね、ういっぱい来た。ヤシの木とかわかんないね。あ、まとめられた。食べる？食べるって何？あ、じゃあ、危ない。生じゃがいもだよ、これ。食べない、食べない。何か見えてこないかな。いっぱい漂流してるけど。ちょっとこれ、あれだね。足場が良くないですね。足、ちょっと、樽が来てるな。水が出たと。OK。違うって。でも水をちゃんと入れている音はするんだよ。水入れちゃったじゃん。いらない、いらない。タル来た。あとなんか足元になんか来てるはず。あー、取れない。若干お腹が満腹にならない。次の食料ができた頃にはお腹減ってんの。何の音？フックもそろそろ壊れそうだね。じゃがいも2か。突然寝るのやめて。だってさ、そんなつもりはないんだよ。このなんか水とかいっぱいあるうちに。あ、ダメか。まだ寝れない。日没までは寝れんらしい。今のは意図的に寝た。タール来てるな。鳥、マジ。もうそろそろできる。暗いよ。取れるね、これなら。もうちょいこっちか。足元がわからん。ロープ直で取れたりするんだね。寝よ。焼くとこ増やせばいいのか。いや、でも焼くのもなかなか大変なんだよ、これ。焼くのには木が必要だから。サメ来るね、これ。そろそろ。水も飲みたい、ご飯も食べたい。ちょっと、ちょ、水はちゃんと入れられてるんだよ、これ。寝はするけど。調理場。2階か。そうか、2階に何かを集約させていけばいいのか。釘が必要なんだよね。釘ってことはジャンクが必要だから、やっぱ島にたどり着かなきゃダメ。お、収穫できた。じゃがいもも収穫できたよ。あとプラスチック来たよ。何がよく、取れない取れない。やっぱ屋根が邪魔で取れねえ。逆にバットを離すとか。なるほど。これなんか、あれで移動、ういなんか捨てたらダメでしょ。危ねえ、プラスチック。俺は今どっちに向かってんのこれ。お腹減ってね。おぉ、ホールも壊れたし。お腹グーグー言い過ぎなんだ。やべ、生でジャガイモ食っちゃった。食えたけど。
槍はまだ大丈夫だから、サメはまだいいけど。あそこになんかいろいろ新しいあれがあるの。サメの音。どうなんだ。上なくなった。やっぱりダメだ。サメにやられたらダメだ。あれ無理かな。でも俺これがないと、今日はちょっとしょうがないからやるか。あ、ダメだ。ダメだ、ダメだ。ダメ、ここじゃない。どこだ。サメ肉あんじゃん。サメ肉めっちゃあるぜ。てか、じゃがいもめっちゃ収穫できてる。あれを取り行こう。何の音？あー、止まったのか。船が止まった音か。食べ物をちょっと。セーブ。ここでセーブして、ちょっと考えなきゃダメなのこれ。あと、じゃがいも収穫したのはいいけど、植えよう。じゃがいも結構生命線になってるな。俺の今の生活の。じゃがいもどこにあった？水の代わりになるやつとかあるの？ああ、ここだ。とりあえずこのゲーム切りねえから、そろそろやめとこうか。そろそろやめねえとマジ終わんないよこれ。コップいじりたくねえんだよ。食べてるでしょ俺。食べちゃダメなんだよ。で、荷物が多いと取れないから。ダメだっつんだよ。でもできてんだよね今の。で、サメが来るとかどうでもいい。とりあえず待て。あれを取りに行くときに荷物が。もしかしてなんだけど。はい。もしかしてなんか気づいちゃった。あー、これじゃ足りんな。何かを。これいらねえよな、ほんと。アンカーを下ろすだけで漂流物が来なかったりする？うん、アンカーを下ろすと漂流物は来ない。あの、止まっちゃうから。漂流、俺も含めて漂流してるから。ほら、あそこに漂流してるのが止まってるでしょ。動かなくなっちゃう。いけっかな。じゃがいもとかいらねえけど大丈夫。行こう。じゃがいも持ってんな。早くね。かじられるの早くね。あ、登れるようになってんだ。ネジ、石、スクラップ。あ、ダメだ。沈んでしまう。ダメか。何か素材になったりとかしないか。俺の船どこだ。こっちか。斧で。うん、そうなんだよ。結局はそこの巡り合わせなんだよね。そうなんだよ。あの箱が欲しいよね。あ、消えた。あ、消えた。消えた。うん。でもこれ何にも流れついてこないから消耗していくだけになっちゃうんだよね、ここで。このままだと。だから、結局流れなきゃいけない。結局俺は流れないと生きていけないんだ。曲が始まった。なので結局漂流します。使い捨てのやつを外す。二階を作るにも。もうでも今、素材は意外とあるっちゃあるから。あ、ないな。全然ねえんだけど。これをもう一個ぐらい欲しいわ。いや、アンカーを下ろさ
ずに島に引っ掛ければってことよ。ああ、で、あ、そういうことね。できるでしょ、多分それは。ただ、膨大な材料が必要になる。あ、はっ、俺は今どっちに向かってんだ。こっちか、あ、いや、こっちか。あそこになんか手頃な島があるけど何もないな、あそこ。向かってみるか、ちょっとぐらい。そういうゲームだし。潮の流れで島にイカダが押し付けられれば。そうなんだよ。さっきそれでくっついてたんですよ。実際。で、これで漕がないと進まなくなっちゃったから、漕いだんですよね。何もなさそう。どうなんだろうね。いや、これなんもないわ。でも何か怪しいね。俺だってアンカーねえし。アンカーがないのって。もう石がない。やめとこっか。なんも木もないし。でもなんか意外と近い。そうそう、だから、ちょっと遠いな。棒が遠い。槍が。森が。今日は俺ちょっとこの辺にしたいな。疲れてきちゃった、俺もさすがに。皆さんもお疲れでしょうが、僕も疲れてしまった。あ、島じゃねえな、なんか。何かあるんだろうけどね、スクラップとかはね。セーブ。何今の岩石、うん、石採取はできると思う。石結構大事よね。お疲れ。なんかすごい家になってるけど、屋根があって上に植物が生えてて、俺がまだ作れないやつがあるな。でも壁があって時計みたいなのあんね。揺れすぎじゃね。そんなわけでまだ未完成なゲームらしいですけど。なんて読むんですか、これ。ラフト。なんだろう。どういう意味なんですかね。まあ、また放送でやると思いますんで。その時はよろしくお願いします。松明あるんだ。松明、確かに。あ、照明あるんだ。暗すぎるもんね。でも足元の部分は何も変わってないから。なんか、希望はねえけど。これ二人でやるときここにもう一人座るのかな。そういうことかな、これ。PUBG みたいに。よし。そんなわけで、ちょっとじゃあ、延長は切っとこう。今日はお付き合いいただきありがとうございました。すげえ楽しいけど、なんか辛さが一向に解消しないので、どこまでこう、漂流できるかを競うゲームなのかな、これ。世界に参加。キャラクター?ああ、そういうこと?俺、女だった、これ。まあ、や。あ、この二人のゲームなんだ、じゃあ。やっぱ二人までのゲームなのね。楽しかった。楽しかった。すげえ楽しかった。手探り感がほんと、楽しかった。これ、女の人みたい。クレジット。今んところまだ完成版ではないらしいんで、こっからいろいろ追加されていくみたいだけど。これをとりあえず立派なイカダにして、まあいろいろ探索していくみたいな。ただ今のところ、うん、かなりランダム性っていうか、運任せっていうか、風任せ潮任せみたいなゲームっぽいんで、これからなんかいろんな要素が増えたら、まだまだ増えてもいいかなって感じだね。なのでそう、おっさんになれるみたいだけどね。変えられそう。どうなんだろう。キャラを変えて、ロード。なんて書いてんの、これ。まあ、見えないよね、自分はね。さっきセーブしたところからなのかな。ああ、そうだね。壊されてる。なんか置いたな、今。なんか置いたな、今。大丈夫か。
おお、いや、お疲れ様でした。楽しかった、すげえ楽しかった。うん、もうちょっと遊べたらもう元値取れたのかなって感じ。もう1000円分ぐらい元取った気がするわ。そんなわけで気になってる方はぜひ購入して僕と一緒にやりましょう。2人だったらかなり音が鳴ってたかな。2人だったらかなり楽、もうちょっと楽だろうね。だからね、かなりバッタバタしてるから、1人が漕いでとか2人で一緒に漕いでもいいしね。え、はい、じゃあ今日はこの辺にしておきます。放送も切ります。お疲れ様でした。おやすみなさい。